くにこキッチンへようこそ。森の三角帽子とのコラボ企画、ブロッコリーとハムのチーズグラタンをご紹介します。バターを使わないので少しヘルシーに、チーズをソースに混ぜるのでコクのあるグラタンに仕上がりますよ。では材料です。ブロッコリー 200g、 ハム 30g、 シュレッドチーズ 30g、 パン粉大さじ2、小麦粉大さじ1、塩小さじ1/4、胡椒少々、オリーブオイル大さじ1、牛乳 200ml です。ブロッコリーは小さめの房に分けておきましょう。食べやすい大きさです。茎の部分も細切りにしておいてください。ハムは千切りです。では蒸し焼きにしていきますよ。オリーブオイル大さじ1を中火で熱します。まずはブロッコリー全体にオリーブオイルが行き渡るようにさっと炒めます。ここにお水大さじ2を加えて蒸し焼きにしていきます。時々蓋を開けて混ぜてくださいね。だいたい5分間蒸し焼きにしていきます。さあ、5分経ちました。焦げ目が美味しそうですね。ここにハムを加えて炒めます。ハムの塩分も考えて味付けしていきますよ。塩小さじ1/4、よく混ぜてくださいね。胡椒少々、よく混ぜていきます。とろみをつけるので小麦粉大さじ1、白い粉がなくなるまでよく混ぜます。野菜にまとわせるような感じですね。白っぽさがなくなったら牛乳を加えて伸ばしていきます。ここにシュレッドチーズを加えてチーズを溶かしましょう。チーズと小麦粉の効果でとろみがついてきたら耐熱容器に入れていきますよ。あ、いいですね。このぐらいしっかりとろみをつけましょう。耐熱容器に入れて平らにしておいてください。そこにパン粉大さじ2をかけていきます。焦げ目をつけていきます。あとはトースターやグリルで5分間焼いてください。焼き目がつけば完成です。ブロッコリーとハムのチーズグラタンの完成です。美味しそうな焦げ目がつきましたよ。バターを使わないでホワイトソースを作るのでとってもあっさりしています。チーズがソースに溶けているのでコクがありますよ。お試しくださいね。くにこキッチンでした。